これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところからいつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。ゴルゴン族死滅の原因は熱病の流行とみられます。はるばる獣人狩りに来てやったのに一人残らずくたばっていたとは。せめてキャツラの武器ビームアイの秘密だけでもわからんのか。ビームアイの秘密は物質的なものではないようです。精神的な力、相手を憎み怒った時にのみ現れるようです。死んだゴルゴンをいくらいじっても役に立たんというのか。お待ちください、一頭だけ生き残っているようです。何、画像を切り替えろ。はあ、いつは何をしている。墓のように思われます。このゴルゴンはメスです。子供が死んで悲しんでいるのでしょう。獣人のくせに泣くのかこいつは。まあいい、ビームアイの力さえ備えていれば捕らえろ。狩りの獲物とはあれか。さようで。どんな戦い方をする。このシンクラインがメディウス星まで出向いての獲物。口ほどにもないではないか。やるよ。物質の分子配列を変えるビームアイの威力、ゴライオンとて石に変えられてはたまりますまい。巨大獣人の子守歌。
戦いの中にも新しい命が誕生する。ファラ姫は今アルテアの明日を担う子に祝福の儀式を行っているのである。お願いします。息子を抱いてやってください。勇者に抱かれた赤子は勇者に育つという昔からの言い伝えじゃよ。そういえば地球にもそんな話があった。いいな坊主、俺たちを超えて大きく強くなるんだぞ。ほら。お願いします。お願いします。あったかい手だ。そういえば俺だって。体に気をつけて頑張るのよ。大丈夫、母さんの子だよ。あれが母さんの手に触れた最後だった。母さん。巨大獣人の攻撃。まだ奥の手がありそうだな。ああ、油断している暇はないぜ、チーフ。もたつきは敵のペースに変わる。逆襲だ。危ない。うわあ。見ろ、あの旗を。この光は物質の分子配列を変える力があるんだ。みんな注意しろ。わあ！しまった。よし、レッドカッターだ。よせ、チビが巻き添えを食う。チビ、おい、チビよ。これほどの力を持っていながら、なぜ逃げ出してしまったんだ。ゴルゴンめ、よくも裏切りよって。ゴルゴンの居所はまだつかめんのか。は、探していますが、まだ。あよせい。ゴルゴンめ、いずこに潜みよったか。夜では捜索も困難だ。朝を待つとしよう。しかしよ、万一チビがあの巨大獣人にやられてもしたら。心配しなさんな、チビは生きてるよ。黒金の言う通りだ。チビを殺すならあの場で殺せたはずだ。それをわざわざ連れて逃げたんだ。
私もそう信じるわ。そうに決まっているわ。作戦通り、四方に分かれてチビの捜索をする。チッ、これじゃ降りることもできないぜ。お、巨大獣人ゴルゴンの生体反応をキャッチしました。奴を殺せ。一体どういうつもりなんだろうな。うわっ、やめてくれ。うわっ、当たっちゃった。泣いてる、まさか。巨大獣人に。えい、逆らいよって。ゴルゴン、それにしてもなぜ奴が鈴石と一緒にいるのだ。大使よ、ゴルゴンは鈴石を自分のこと思っておるのじゃ。何？鈴石を自分の子供だと思っている？そんなバカな。じゃがまことじゃ、ババを信じるがよかろう。ご大使説明し。例えば薄葉かげろと安住地獄じゃ、とても親子とは思えぬであろう。つまり鈴石を助けたのはゴルゴンの母性本能じゃ。母性本能だと？あの役立たずめが。ご大使ご心配めされるな。巨大なれば力もあろうが元の体に戻せば簡単。ババにお任せを。ご大使はグレーダム城の攻撃を。捜索したがダメだ。チビからの連絡は？まだない。ああ神様、何とぞ鈴石の命をお守りください。敵の攻撃だ。ったくもう、こんな時にチビがいなくちゃ合体もできやしねえよ。おいみんな、チビ生きていたの？チビどこにいるんだ？いや、ピンピンしてるよ。それがよ、えらく巨大獣人に気に入られてさ。変なの、攻撃してきた敵までやっつけてくれてよ。どうなっちゃってんだ。こうなりゃチビの分まで戦ってやるぜ。
さすがおばばが言っただけの力はある。汚なゴライオン、合体できぬゴライオンなど虫けら同然よ。ブラックカッター、イエローバズーカー。チビがいてくれたら。コネルバだ。ゴルゴン、お前を故郷へ返してやろう。ダメだ、行っちゃいけないよ。罠だ、きっとお前を捕らえようとする罠に違いないよ。さあ来るのじゃ、生まれ故郷に返してやる。行っちゃいけない。ダメだよ、罠だ、行っちゃいけないよ。生まれ故郷へ返してやる。行っちゃダメだ。うわ！待ってたぞ。うっ！大獣人なら一足飛びだけど、無理だよ。それにその傷では大丈夫なのか。本当にすまないな。ありがとよ。敵をやっつけたら気が済むまでお礼言うからな。それまで待ってんだぞ。いいか、必ず戻ってくるからな。待ってんだぞ。みんな待たせたな。鈴石ただいま参上したぜ。チビ、よかった。心配させやがって。こうなりゃこっちの問題。よし、チビ合体するぞ。ゴライオン合体。レッツゴーライオン。Yeah, you're my best friend。
ホネルヴァ。死んじゃうなんて、あんなに強かったお前が、なんて。みんな信じてくれるかい？こいつは最後の最後まで俺の味方をしてくれたんだぜ。信じるとも。そのおかげで俺たちは勝てたんだから。獣人だって私たちだって生き物に変わりはないわ。心のどこかに優しさが残っていたのよ。ゴルゴンが命を懸けた母性本能、獣人の行動の誠の意味を小金たちは知る由もなかった。シンクラインの誕生日には全宇宙から山のような贈り物が集まってくる。それを知って小金たちは贈り物と一緒に敵地に潜入する。ゴライオンからの贈り物は何か。シンクライン真っ青。次回悪魔の誕生日、お楽しみに。